はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近こうね、世の中で免疫力を上げる飲み物が流行っているようですね、話題になっているようですね。このまあ緑茶乳酸菌飲料ビタミン A、C、E に注目というのがあるんですけどもね、免疫力が期待される最も手軽な飲み物として緑茶が挙げられます。緑茶に含まれるカテキンっていうのがですね、ウイルスの細胞へのね、風却やね、細胞内でのその増殖をね、阻害してくれて、またテアニンっていうのがね、免疫力を高める効果があるという報告もあります。次はですね、そのヨーグルトで含まれる乳酸菌は腸内で活動っていうのがあるんですけどもね、そのね、乳酸菌飲料のね、代名詞と言われているヨーグルトですよね。乳酸菌もね、細菌の一種なので、体内に入ると異物として認識されるためにね、こう対抗しようとしてね、免疫システムをね、活性化させてくれるんですよ。乳酸菌っていうのは善玉菌と呼ばれてて、腸内フローラで細菌のバランスを保ってくれて、免疫機能を正常に保ってくれるようです。でその栄養素で注目したいのが最後に出てきましたビタミン A ス、ビタミン ACE、 ビタミン A スです。食材から抗酸化作用の高いビタミン ACE をね、摂取するとウイルス対策に効果的です。免疫機能の低下などをね、引き起こす活性酸素の働きをね、抑えてくれます。特に日頃からね、厳しく鍛えてる人、この筋トレブワーってしてる人とかっていうのは、こう炎症を起こさないように体がそういう風にこう勝手にねしているので、免疫力がね、実は低下しがちなんですよ。なのでね、その筋トレしてる人とかしてない人とか、その別に関係なしなんですけども、そのバランスのいい食事やね、飲み物でね、しっかりね、予防をしていきましょう。と、ここでですね、そのビタミン ACE を豊富に含んだ食材と働きについてね、ちょっとご紹介させていただきます。まずはビタミン A。ビタミン A はですね、皮膚や粘膜をね、丈夫に保つ働きがあってですね、感染予防にも効果があります。うなぎ、レバー、緑黄色野菜などに多く含まれます。脂溶性なので、油で炒めると吸収が良くなります。でビタミン A を多く含む食品、鶏レバー、モロヘイヤ、うなぎ、人参、春菊、卵、小松菜、ニラ、ほうれん草、サニーレタス、赤ピーマン、パセリ、干しわかめ、マーガリン、バター、プロセスチーズ、などがね、代表的に挙げられています。続きまして、ビタミン C。がん予防、コラーゲンの生成、細胞を健康に保つために必要なビタミンです。免疫機能を高めたり抵抗力がつきます。タバコを吸う人、ストレスの人は多めに取りましょう。でね、ここに注目してほしいんですけどね、ビタミン C はですね、水に溶ける性質、水溶性ですので、余分に取ってもね、不要分はね、体の外に排出されるので、取りすぎる心配がありません。だから何も取ってもいいんですよ。いらんものは出て、いらんものっていうか、その余分に取ってしまったものは出ていくんでね、安心ですね。だからまあ過剰摂取がないっていうのがね、いいところなんですけども、まあ食品にもよりますけどね、また別の成分入ってるんで、それ過剰摂取にとって飽きませんでっていうのはありますんで、そこは注意してください。まあビタミン C を多く含む食品っていうのはですね、柿、ネープルオレンジ、ブロッコリー、赤ピーマン、イチゴ、夏みかん、ハッサク、小松菜、ほうれん草、モロヘイヤ、カリフラワー、レンコンなどが挙げられます。続きまして、ビタミン E。血行を良くしたりですね、血管壁を丈夫に保つ働きがありますので、動脈硬化の予防に有効です。細胞の老化を防ぐのでね、老化防止にも有効でですね、ビタミン E は若返りビタミンとも呼ばれています。ビタミン E は人間の体内で作ることができないので、食品から摂取する必要があります。ビタミン E を多く含む食品、モロヘイヤ、うなぎ、かぼちゃ、アーモンド、ほうれん草、赤ピーマン、イカ、ブリ、キンキ、鮭、アボカド、さつまいもなどが挙げられます、ね、どれも美味しい食品ばっかりですよね。まあ、ビタミン A はね、油で茹でると吸収が良くなりますし、ビタミン C はね、水溶性なのでね、取りすぎても問題ありませんし、いらんもんはね、出ていきますからね。ビタミン E はね、若返りビタミンとも呼ばれてますし、しかし体の中で作ることができないので、食品から摂取する必要がありますという感じでございます。でまあそのね、先ほどビタミン A の時に説明したのがちょっとここに出てると思うんですけども、これでね、こんだけの食材をね、全部入れたらね、そのバター炒めにしたら美味しそうですよね。ちょうどね、マーガリンバターっていうのがね、乗ってるんでね、これ全部バーって入れて、フライパンでね、炒めたらね、すごい美味しそうですよね。今度やってみようかな。
まあ、僕はバター入れすぎは注意なんですけどもね。で、ほんでね、このね、ビタミン ACE、ビタミン A に共通してるのがね、赤ピーマンとほうれん草なんですよ。共通じゃないな。ビタミン ACE が取れる。どうなんて言ったんやろ。あの、赤ピーマンとほうれん草にはビタミン ACE が豊富に入ってるということですわ。ねえ、最高ですよね。じゃあまあ今度ね、赤ピーマンとね、ほうれん草だけ使ったスムージーでも作って飲んでみましょうかね。真っ赤っかなるんでしょうね、きっとね。あの、ほうれん草、まあ、の方が緑やから勝つかな。まあ、このようなね、免疫力を上げるのも大事なんですけども、そもそものね、取った方がいい栄養をしっかり取っているのが前提の話なんですよ。これはあの、ほんまでっか TV でこの前言ったんですけども、そのね、世の中では免疫力を上げなさい、免疫力を上げなさいって言ってますけど、そもそもの栄養を取らないといけませんよっていう、そのどっかの大学教授のね、女の人やったんですけど、その時に話してました。なんかその人はね、あの、免疫力を上げるのはね、味のりがいいっていう風にね、言ってましたね。味のり、味付けのりだと思うんですけども、それの半分を、2分の1を食べるだけで、1枚の半分ですね。2分はこれぐらいと思うんですけども、それ食べるだけで結構な栄養はね、取れますよって言ってました。でも塩分高そうな気すんねんな、海苔ってな。まあでも、今の僕にしては塩分が高そうなんで、そのね、海苔もちょっと味付けのりも食べないですけども、まあ、ね、そんな感じでね、まあ、普段からのその栄養素をしっかり取った方がいいよ。で、そっから免疫力のことを考えましょうっていう風な話なんでね、まあ普段からのね、食生活をね、皆さんちょっと大事に、大事にして体を作っていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。